先週から一気に冷え込んできました。ただ単に寒いだけやったらええんですけど、雪に頭を悩ませることになります。今回、記録的大雪で一般道や高速道路で通行止めがされてしまって、思ったような移動ができずに困った人も多いでしょう。そして、寒くなった で困るのは移動だけじゃないんですよスマホを持ってる手がかじかんで操作しにくくなるのは困りますよね。最近の手袋はスマホ操作に対応しているものもあるので問題ないそう思うかもしれないですけれども手袋をしていると スマホが手からするりと滑り落ちてしまいやすいので注意が必要なんです。もちろんスマホだけではなくパソコンの操作も寒いと困ります。特に文字入力をするキーボード操作は指先が冷えてタイピングも遅くなってしまいます。多くの人は 購入時に付属しているキーボードを使用していると思うんですけれどもキーボードを気持ちよく使うためには選ばないとダメなんですよキーボードを選ぶというと日本語キーボードなのか英語キーボードもしくはキーボードの大きさだけだと思ってしまいがちなんですけれども他にもポイントがあるんですよ デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はキーボードの選び方についてお話ししましょう。 文字入力に必須のキーボードパソコンを操作する上でマウスよりも触れ合う時間の長い入力装置になりますが購入時に付属しているキーボードを使用している人は多いですよねもちろん付属しているキーボードでも問題ありませんですが手の大きさ 指の太さや長さは人によってそれぞれ違います。そのため付属しているキーボードでは快適にタイピングできないこともあるんですよ。まずはキーボード本体の大きさです。点キーの付属しているフルキーボードでは 本体のサイズが比較的大きくなります。そしてフルキーボードのテンキーはほぼ全ての機種で右側に配置されてるんですよね。これが不便だと感じる人もいるでしょう。ですからテンキーが付属していないキーボードへ変更して別途テンキーを用意すれば。 テンキーを好ききな位置置に配置すす。ることができます右手でマウス操作左手でテンキーを操作する作業ではテンキーを好きな場所へ配置できるのが非常に便利ですまたテンキーを使用しないのであればその分机の上を広く使えるようにもなるんですよだからといって 本体の大きさだけでキーボードを選んではまだまだダメなんですよ。キーボードのキーの駆動方式も重要になります。このキーの駆動方式には3つあります。まずは、キーごとに金属接点のあるメカニカル方式です。確実に押したとわかる感触と、 耐久性があるんですけど、製品によって押し心地が違うので、実際にご自身の手で感触を確かめる必要があります。次に、接点のあるシート2枚を押し付けて、スイッチの代わりになるメンブレン方式です。ラバーカップで好みは分かれるとは思うんですが、 メカニカル方式よりも好きだという人は多いようですね。そして薄型化しやすいパンタグラフ方式というのもありますこちらはキーキャップを支える機構があるのでメンブレン方式とは違って押した時のぐらつきが少なくなるんです。 この三つの駆動方式から選ぶことになりますがメカニカル方式を選ぶ人が多いんですよねそうなると次に重要になるのが軸なんですキーの押し心地は製品によって違いますから実際に触ってみないとわかりませんしかしある程度の押し心地は キーの軸の色で判断することができます。キースイッチの軸の色は主に3つあります。まずは赤軸です。そこまで一定の重さが続くリニアな特性があって、重さに変化がないので軽めのタッチになります。 素早く軽快に打鍵したい人には最適でしょうね。次に、タクタイルと呼ばれる茶軸です。途中まで少しずつ重くなり、その後は軽くなるのが特徴なんです。押したという感覚が強くて、心地よく打鍵できます。そして、 キーを謳歌した時にカチャッといういかにもキーボード入力をしている音が響く青軸です押し心地はタクタイルに近いんですが感触だけではなく音でも打鍵感を楽しめるのが特徴的ですただしタイピング時の音が耳障りだと感じるのであれば 青軸は避けてください。このようにキースイッチの軸の色でそれぞれ特徴がありますので販売されてるキーボードの全てを実際に触って試さなくてもある程度の感覚がイメージできますもちろん実際に触って確認するのが一番なんですけれども選ぶ基準を持ってるだけで 試して確認すするる数を減らせよようになりますよねキーの駆動方式を選んでメカニカル方式を選んだ際にはキースイッチの軸の色を選択してそして実際にご自身の手で打鍵感を試してキーボードを選んでみてくださいきっと最初に付属しているキーボードとは 大きく違うことが分かります文字入力の疲労軽減作業スペースの確保のために好みのキーボードを選べるようになってくださいデジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聴いていただけるようにポッドキャストを配信していますまたアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube でも発信しています そして現代社会を楽しく豊かになる考え方や行動に関する情報もポッドキャストで配信していますので概要欄からアクセスしてみてくださいデジタル教室からあなたにプラスワン